K1 の新たなる舞台は両国の国技館です。2019年6月30日スーパーファイトはライト級3分3ラウンド延長1ラウンド、向こう側に里見優月の姿、 K1 ジム横浜インフィニティ。さあ中村さん、若いファイター揃っていますが、もう21歳でこれはそのファイターたちを束ねる役割をしているということですね。里見選手がその横浜のチームの中では多分一番ね、あのキャリアのキャリアがある選手で、まあ、今回がね、あの初、K1 にも初参戦ということで、また階級もね、あのこれからまた今回から上げてっていうところではね、いろんな意味でこう新しい出発になる試合になったかなと思いますね。そうですね。対して関根さん、はい、大沢文也が前回の篠原戦納得いかず、今回内容次第で進退をかけると宣言しましたね。楽しみですね。里見選手は伸び盛りですよね。まさに、ここのところぐっと強くなってますよね。あの左が一番の武器なんですね。倒せるレフトハンドがあります青いグローブ里見、それに対してさまざまなボクシングテクニック、離れてアウトボクシング大沢、しかしそれだけでないというところは正人さん、はい、もう大阪で見せてくれましたね。そうですね。でもあの大沢こう軽くねステップ踏んでこう距離取るのいいですよね。今この出だしの動き、そこにミドルキックは里見が放っていきます。近いところ右、右の横のあたりにこれナイスジャブですね。いいジャブですね。大沢はグローブをぐるぐると回します。赤いグローブ着用です。前蹴り、ムエタイの選手みたいな前蹴りですね。伸びましたね。伸びましたね。鋭いですね。ちょっとあれは予想以上だったか大沢にとって。さらに左のローキック、ここはダウンではありません。さあこの試合を久松さんはどうご覧になっているんですか。そうですね、里見選手こう今まで上がって上がって上がってきて花咲かせてほしいなとは思いますね。そうですか、はい、16歳でプロデビューからこれライト級に上げて K1 初出場です。里見、里見は蹴りがいいですね。ハイゲルのミドルも、はい、蹴りのパワーありますね。力は拳だけではない。いやそれは大沢も見せつけると、連打ボディ打ち、これは肘も使ってガードするか里見です。最初に当たってしまいました。タイムストップです。ただいま、どうしてもあのオーソドックスとサウスパーと前足のローキックを受けるときにローブローになること多いんですよね。この兼ね合わせの中でサウスポーの里見にこれ近敵蹴りが当たってしまいました。現在2連勝中の里見、左のこれミドルハイキック、なかなかこの蹴りどこに当て込んでいくか読みづらいかもしれません。ワンツーのパンチ、大沢一旦距離を取る。あ、またローブロー、ちょっと嫌な音がしましたが、だけど、まあ、気持ちでまあ続けますね。ローブローを取られても取ってもおかしくなかったですよ。そうですね、大沢気持ち強いですからね。流れは切りたくない大沢です。あ、首をちょっと振りました大沢。そして後ろに動いてこれ軽快なステップを見せているのが赤いグローブの大沢。里見も上下に動きながらスイッチ、こういう大沢みたいにこう、はい、こうステップを軽く踏むと、はい、そんな強い攻撃って出せないんですよ、はい、でさっきみたいな、さっきの試合の小沢海人みたいにガッシリ踏む、構えると強い攻撃が出るんですよね。ここは足を止めての攻撃ですね。そういう意味ではこれ落差を緩急をつけています。大沢今は飛び跳ねるようにしています。さあ飛び左のハイキックをしっかり見切っている大沢、二段蹴り。最後に顔を前に突き出すようにしました里見。ブーンと息を吐いた大沢、第1ラウンド終了です。でも全くあの違う話になるんですけど、どうぞ、今回のトーナメントの、はい、武井はこの柔らかいステップからのまた重い攻撃が出せるんですよね、はい、それがまた武井の強さの秘密。そうなんですよね。そうですか。普通ああいうステップを踏むとなかなかこう強い攻撃って出せないんですよね。やっぱしっかり足を踏ん張って一発打つ方が強い攻撃って出せるんですけど、となると理論上はできないことはない。まあできないことはそうですね。
さあ椅子に座っている大沢に対してこれ立ったままセコンドのアドバイスを聞いているのが里見です。さん第2ラウンドですね、どんなこと楽しみにされてますか。そうですね、大沢選手の一発が見たいですね。一発、はい、そうですか。それが欲しいのはまたこの本人に他ならないでしょう。ラウンド27歳大沢とは世代交代もかけて戦うという膝の21歳里見、サウスポースタイルから青いグローブ、うなりを上げてきます。蹴りと蹴り重なるようになる左ボディからテンプル、左のダブル里見です。ボディ打ちは大沢、大沢が少しこれは雅人さん、はい、ちょっとその上下の動きは今少なくしたように、そうですね、奥足のローキック狙ってますね。ローキック手に変えましたね。こうしたシフトチェンジは中村さん、やっぱり大沢としてはお手のものでしょうね。そうですね、大沢選手はね、ドビーザー蹴りも、はい、うまいですし、でも逆に蹴り返して、インダーを蹴り返してきましたね。ちょっと抑え上がりましたよ。あ、里見の蹴り、はい、こういうところ気持ちも強そうですね。いや、相手の思いを分かった上でそこは自分も気持ちは入ると、里見大沢選手覚悟を決めてくるだろうからと語っています。でも彼の格闘技人生自分には関係ない、自分は前に進むだけと里見です。一旦ステップバックからサウスポースタイルの里見、右をリードジャブにしています。このラウンドは関根さん、はい、その目にどう映ってらっしゃいますか。ローキックがいいですよね、うん、パンチもつなげる里見、うん、右ローは大沢、逆にやり返した、来ましたね、ってこいと大沢、こういう動きは昨年の大阪でもありました。左ハイキック、押してそのまま前に出る里見。中村さん、里見笑ってますね。そうですね、なんだか2人ともこう、すごくいい時とね、そうじゃない時のこうなんかね、差が大きい印象があるので、はい、なんかこうこの試合でこうなんかいい爆発させてほしいですね、2人とも、うん、これ以上の領域ってことですよね、はい、惜しいな今のハイキック。そうですか、まあ、いいタイミングだったけどな、ちょっと浅かったですね。それが当たればという一発、破壊力は十分です。あとはタイミング、左の前蹴り、三日月蹴り気味には里見のキック。ここはディフェンス、大沢の攻撃、奥足へのローキック。いや、大阪はね、こんだけロー蹴るの、あんまりないですよ。幅が広がりました。そうですね、そこを攻撃の的と決めたか大沢。試合は第2ラウンド残り25秒を切っています。またでも中村さん、はい、大沢も何とかしたいんだという動きにも見えますよね。そうですね、左、うん、ダウンではありません。里見立ち上がっています。ここで拍子木が鳴らされました。残り10秒を切っている局面。あ、これ上下に里見が拳の動きを見せたんですが、ここで第2ラウンド終了です。さあ、ここからはこのラウンドは雅人さんにまず振り返っていただきたいと思います。お互いちょっとなんかやりにくいなっていう感じあるんじゃないですかね。こう、まあ、なんかまだ決定打がないですよね、この2ラウンドまで来ても。確かに、まあ、一発大沢の惜しいハイキックありましたけど、はい、ちょっと当たりが、ね、浅かったんで、ここは膝に左をカウンターで合わせた大沢、それでもダウンを奪うまでは至りません。さあ、久松さん、ここまでどうですか。はい、いや、なんかこう試合中笑っている姿とかを見て、こういい意味でお兄ちゃんが弟にこう喧嘩を教えてあげてるような感じもしましたね。でも確かに戦いの中で受け継がれるものは数多くあるはずです。それでもまだ早い、全局面で圧倒したいというのが大沢の思惑でした。さあ、ライト級 62.5 キロリミット3ラウンドマッチファイナルラウンド、抱き合ってハグしてから試合スタート。ミドルキックは大沢、ローから前蹴りは青いグローブ、サウスポーの里見。里見が前進してくる、さらにハイキックから突きへ、もう一発顔面へ。あの膝蹴りね、当たると切れますからね。そうですね、雅人さん、明らかにこれ加速してきましたね。まあ、やっぱお互いこう
どっちが取ってるっていうのはないのを感じてるんでしょうね。このラウンドで、まあね、倒したいし、もしくはあの圧倒的なポイントを取りたいっていうのはありますよね。バックブロー、お茶会狙ってたな。二人の思い拳に込められてきます。あ、振り下ろしのローキックは大沢、やはりあれが奥足への蹴りとなります。さあ関根さん、はい、気合が伝わってくる2人、そんな中でですね、はい、この先まもなく残り2分になろうとしています。パンチがね、なかなかお互い有効打当たらないですよね。うまいですよね、だからディフェンスも、そのうまさを超えてというところにさらなる戦い、激しさを見出したいというのが大沢、そしてその上で倒しきりたいというのが里見です。ボディ打ち、マサトさん、あの大沢のボディっていうのはどうなんですか、ダメージはあるんでしょうか。まあ多いんですけど、ね、そこまで効いてるとは思わないですけどね。まあ、やっぱこう腕の上にガードの上から打ってますからね、はい、まあでもそれでもやっぱり数打てば効いてきますけどね。ミヤポワンツー、いいとこ入ったな。里見の左顔面を捉えた、それでも押している位置は譲りません大沢。中村さん、どう見てますか。はい、そうですね、里見選手は、ね、やっぱ左の攻撃がすごく、ね、一発 の、 あの強打ってありますけど、でもあれですよね、イメージとしては大沢が前に出てるので、こう見栄えは大沢の方がよく見えますよね、見えますよね。そうですね、前に前に出ての攻撃、ガードの上からでも大沢続行です。さあ里見、さらなる若い力で襲いかからなければいけません。それでも押し返す大沢、地元でもある大沢の戦いです。たくさんの応援団が駆けつけています。一旦距離を取る、そこに後ろ回転回し蹴りの里見、ボディ打ち、右テンプルは里見、さらにボディはもう一発顔面に当たればというパンチの大沢。お互い、さあ右のストレートは大沢、中村さん空回りというボディを外したくないですね。ボディ嫌がってますね、大沢選手まとめてきましたね。ボディ里見もここで歩みを止めるわけにはいきません。ほとんどノーガードでの里見、ロープに押す大沢、ボディ打ち4発5発、そして右ロングレンジのフック、手数で大沢、得意の左はどうだ里見、ここで試合終了です。3ラウンド終了、大沢のこの表情は何を物語るか。マサトさん、まずいかがでしたか。はい、そうですね、まあやっぱこうお互いまあこうポイント取ったっていう的確な攻撃がなかったように感じるんですけど、まあ、でも終始まあ大沢が前に出て攻めてた印象かなっていう気がしますけどね。そこは強く残りましたね。まあ、今の左ストレートも惜しいんですけどね、もうちょっと上だったら顎に入って引かすことができたんですけどね。はい、紙一重、紙一重ですね。さあ両者中央へ判定が示されます。ジャッジトルが30対29、赤大沢1ポイント差で大沢、ジャッジ2が30対29、赤大沢、これも大沢、30対29、3人とも30対29の3対2でうなりますで試合です。戦い終わって紅葉の後、この表情何を物語るか、勝ったのは大沢文也です。関根さん、どう振り返りますか。いや、大沢選手がね、気合い入ってましたよね。やっぱりあの手数とか、はい、それからあの前へ出るということで、それでやっぱり判定が大沢選手に行きましたよね。大きな差ではないんですけども、はい、やっぱり終始大沢選手のペースでした。中村さん、はい、そうですね、ああいう今まではなかったといいますか、こう強引にこうポイントを取りに行って、そこで山場を作るみたいなのはね、なかなかあんまりこう今まで見せなかったところでもあったとは思うんですけど、ああいう、ね、必死さというか、そういったところが
見られた試合だったので、まだね、ここから上を目指していってほしいですね。そうですね、まだ上を目指すという点では27歳、そして里見も21歳、はい、そこはこれからも共通点。そうですね、うん、やっぱライト級はね、今林健太選手がチャンピオンになってね、またこういろんなね動きが出てきた階級なので、はい、トーナメント準優勝者ですからね、はい、そこの実績と実力もまた上がってくるしと思います。そうですね、まあ、リング上で今即今後についての一言というのはありませんが、この後どう伝わるか。大沢文也です。